それから、どうしても混んでてね、寄りが悪くて、それで魚を寄せたいという場合、それともう一つはちょっと重さをつけるのに、そういう時に自分はこのつぶせんの再流、これ使います。でこれ入れると本当によく浮き動くんですよ。でこの再流のいいとこっていうのは、非常に粒子が細かいんですけども、この粒子がこのなかなか潰れないんです。でどうしてもペレットのこういう粒子のあるものっていうのは潰れちゃうと粘りがどんどん出ていっちゃうんですよ。でこの再流のいいとこは、その粒子が潰れない分だけいつまでもばらけが長続きする。でこのどうしてもこういうペレット系の餌ですから、若干粘りがあります。でこのこれを入れることによってね、ちょっと固めに仕上げても餌が開いてくれて、で魚を寄せてくれる。これが非常に役に立つんで、ちょっとこれも入れたものを作ってみます。でまず再流はですね、自分はいつも再流先入れます。これ 50cc のカップなんですけど、この50のカップにまずボウルに開けます。それから 100cc のカップで水を一杯入れます。でこの時ですね、よくこう揺すってやって、つぶせんが一塊にならないように、このね再流がでこういう感じに、でもこの状態でも自分はこのペレカルを入れていきます。でこれをつぶせん50入れたんで、これは4杯にします。これ1杯2杯3杯4杯ですね。これちょうど4杯にして、でもうこの状態でかき回してあげればいいですね。でつぶせんがよく全体に行き渡るようにしとくといいですね。でこれもですね、やはりペレット系の餌ですから、この重たい餌を軽く例えば仕上げるためには、必ずこれをよくかき回して、この餌の中に空気がなるべく入るようにしておくといいと思います。ですからこれよくかき回して、でもこういうちょっとサラッとしたその砂状のような感じですね。こういう感じにしておくと非常に使いやすいと思います。